った。何回説明したら分かんのよ。そんなこといくら説明されたかで興味おまへんな。わっちの興味はただ一つ、夕ご飯だけやさかい。ユーゴこそわっちのすべて。ユーゴを知ること、ユーゴを守ること、それがわっちの命の使い方です。わっちが欲しいのはユーゴはん、彼女だけや。意外と一途なのね。性格はいけつかないのにうっかりキュンとしそうになっちゃうじゃないの。ん？彼女？今一つ気づいたことがありますわ。ワッチとアンさん、よう似てるみたいですな。え、ちょっと何を急に。やめてよ、そういうこと言うの。同族嫌悪ってやつやろうか。え、同族嫌悪。おしゃべりはしまいや。言うてもこの前の時とそこまで変わってるとは思えません。一気に畳み込んだりさかい、覚悟しや。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前みたいに簡単にはいかないんだからね。せやったら安城を楽しませておくれやす。ぶっ壊れておくんなまし。何が特訓や、何が絆や、口ほどにもあらしまへんな。これで終わりや。ほな、さいなら。マッハスティンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球は、カラオケオールは、ラブラブデジモン絆これから始まるんだから。はあ！ウォーグレイモン！メタルガルルモン！
さ。あんだけドヤ顔でデジバイス振りかざしといて、行き当たりばったりだったんかな。我が名はオメガモン。友との確かな絆に今応えよう。そういうことだよね。私には全部分かってたんだから。ベイ、今度はさっきみたいに行かないからね。覚悟しなさい。こんなことが。